はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さあ、今回もリクエストにお答えする形で、進行していきたいと思います。今回はですね、こいつプレストスクスですね。はい、こいつは確かまあ見た目もなんかすごい金ピカなんですけど、まあこいつもともとリミテッドかな、これリミテッド恐竜もしくはビップ恐竜ですね。このアイコンのこの背景のね感じからすると、はい。でまあ こいつも僕まあ以前持ってたんですけども消えたっていう、まあ恐竜ですね。はい、今回こいつをまあリクエストにあったので、まあリクエスト中にね、まあ答えてっていう形なんですけども、今回は、プレストスクスということでこいつを作っていきたいと思います。はい、ということで餌やり。ああ、いいねいいね。こうタタタタってこう登る時の音がね、なんかすごいこう足音がこうたまんないみたいなところがなんか前回もこういう両生類でいたな。オスタポサウルスかな、うん、ガブガブと。あ、こいつもまあまあ割と強かったイメージがあるんですけど、さあどうですかな。さあピアノ打ちしましょう。はい、プレストスクス、こいつもね、なんかもう本当に当時は頑張ったんだけど消えちゃったっていうね、恐竜ですよね。これ一応リミテッドかな、金ピカってなってるからどっちかわからない、微妙に。さあ一回進化のプレストスクス、もう見た目とか完全に忘れちゃってるんで、おー、一回進化とかこんな感じか。へえ、なんかすごい網目状のなんかすごい模様ですね。なんか網目状の模様、なんかすごいなんか網タイツ履いてんのみたいな感じ。うん、いやー、いかついね。はい、やっぱ金色っていうのがすごいまあ印象的ですよね、こいつは。うん、さあじゃあもうワンペア作ってみましょう。はいはい、うん、プレストスクスか。このなんか微妙にこの、はい、このアイコンの背景がね、なんかこう光ってる感じ、ピカーって光ってるこう線が出てる感じが、リミテッドだったかな。どっちだっけ、ビップがちょっともやっとしてる感じだったっけなっていう感じなんで、ちょっと曖昧ですね。こいつビップだったかリミテッドだったかっていうところでちょっと微妙なとこなんですよね。はい、ということで2匹できました。さあじゃんじゃん作っていきましょう。あっと、餌が足りない餌がちょっとこのタイミングで餌が、まあそうだよね、まあ、前回作ってまあ補充しなかったんでね。はい、ということで餌補充しました。はい、うん、なかなかこいつも本当にこう顔がなんか特徴的であるよね。なんかすごいこう目の前のその鼻の穴のこうなんだろう、空洞がすごい広いというか、うん、なんかすごいそういう形してるよね、頭骨がね。うん、ほら鼻の後ろと目の間のこの隙間のね、この空洞、なんていうのかな、ここ鼻腔っていうのかな、鼻腔のところすごい広いよね。うん、まあ、こいつ結構イケてるよね、結構イケてるイケメンみたいなはい、ということで、ラストのペア作っていきましょう。お、一発成功、いいね。よし、これで4ペアできたんで、はい、こいつ、はい、これで20レベル20にすれば2回進化といいですね。はい、行ってみましょうかね。まあその前にこうちゃんと餌を食うところをねちゃんと見ておかないとっていうはい、うん、いいね、いかついわ。はい、目もよく見ると黄色っぽい、黄緑色っぽい目してるなこいつ。うん、すごいなんか、なりきん、まさになりきんだな、こいつ。金ピカっていう感じやな。よし、じゃあ、ピアノ打ちで。はい。さあ、2回進化では、ちょっと赤みが出たのかな？赤みが出てきたっていう感じか。せっかくの金ピカが、っていう感じですね。
まあどうなんだろう、まあ三回進化になってみると分かんないけど、ちょっと赤みが出たのかな。うん、まあ本当に三回進化でね一気に化けるんで、ジャシックアウトは、うん、それまではちょっと、うん、なんかそんなに考えててもしょうがないみたいなところはありますよね。はい、あとアイコンであんまり判断できないところもあるんでね、過去の経験からすると。はい、これ2回進化、あー若干やっぱ赤みがちょっと出たかなっていう感じですかね。うん、あーまあまあこういう赤みなら全然まだ赤みっていうよりはまあオレンジっぽい感じなんで、まあまだまだ全然こう金色っていう感じは失われてないですね、全体的なバランスとしてね。うん、あと目の下にすごい青い模様が入ったのかな、青い色が、はい、そうですね。うん、目の下に青い色が入ったんですね。でまあ模様は特に変わってないかな、うん、変わってないし、あと背中のちょっとしたなんかこうデコボコもちょっとちゃんとありますね。はい、ということで2回進化はこんな感じという感じですね。はい、ということでモーバンペア作っていきましょう。プレストスクスか、お快成功ラッキー。まあ本当にこれぐらいのペースでね行ってくれると嬉しいんだけどな。うん、さあこいつ本当いかついな。なんかすごいな、この頭骨の形がなんか独特ですよね。鼻腔がすごい広いっていう感じ。うん、あと目の後ろとかね、なんかすごい広いよね。なんかでまあ顎がすごいボコってなんか出ててっていう感じだな。うん、結構独特なフォルムしてますね。ということで3回進化いきましょうか。はい、まず2回進化のやつで餌を食わしてと。うん、まあまあいいっすよね、なかなかいいピップル。こいつはどれぐらい餌食うんだろう。1回で40万餌ぐらい。うん、タタッタタッタタッと、さあ50万餌、まあだいたい、うん、レベル30の時で50万餌ぐらいか。はい、ということで、おっと餌が足りない。結構やっぱ消費はするね、さすがに。はい、ということで日用レベル40までっていうのを考えてるので、一応2000万円差ぐらいまで、はい、貯めておきましょう。買いだめ。はい。ということで、さあ、3回進化の時行きましょうか。もうどんなんか忘れちゃったんだけど。あー、はい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 。なんか、なんとなく思い出したような。なんかこんな、そういえばなんかこんな、なんかトゲが上にガーってあって、なんか、そういえばこんな感じだったなっていう。ちょっとだけ思い出したかな。はい、ということで3回進化のプレストスクス、さあ、おー、わお、結構い、おいかついね、ほんとこれ最近いかついやつしか来てないけど、すごいね、なんかこいつ金ピカ具合がすごい戻ったし、やっぱ背中も特にこうヒレが、またこう一本一本こう骨の部分がね金色っていうのがすごい、またこうこのゴージャス感を出したという感じですかね。うん、いやーこれすごいな、こいつもすごいいかついね。はい、これなかなかこの顎のところのコブみたいなやつもなかなか特徴的ですよね。なんかに使うのかな。すごいね、爪もなんか黒いし、かっこいいね。はい、普通にかっこいいわこいつ。さあ、ということで、150万円さ、1回で。うん、ちょっとやばいね。やばいよ、起きるんで。これ足りるかな ?8。あ、足りるな、普通に。うん、39。はい。まあ、普通に足りますね。40。ということで、最大レベル出しました。やりました。はい。プレストスクス。
いやー、これすごいね。なんか、まあ、今こう見ると網目状の、まあ、模様っていうふうにも見えるし、ヒョウ柄とも見えるよね。なんか、なんとなくヒョウ柄みたいな、そういう感じのね、模様っていう。はい。で、まあ、一応できたんで、生態を見ていきましょうか。はい。生態をね、はい。プレストスクスは、速いワニ という意味だ。ああ、まあ、そのまんまですよね。まあ、でもまあ、こいつ、いるんだっけ？実在するんだっけ？こいつハイブリッドじゃないよね。プレストスクスって実在するみたいだから、まあ、速いワニ。まあ、いるんですよね。うん。速いっていうのは、やっぱり4足歩行で、なおかつ手足が長いからっていう感じですかね。やっぱ速いっていうのは。プレストスクスは最大で、体長5.1メートル、体重408キロほどまで成長する。でかいね。ちなみに、アラスカヒグマの体重は816キロに達する。まあまあ、アラスカヒグマの体重って言われてもいまいちピンとこないけど、まあ、そいつよりか、半分以下だやん。半分以下やんっていうね。816キロに達する。で、それに対してプレストスクスは408キロっていうことで、なんでそんな倍以上離れてるやつをね、比較対象に出すんだっていう、ちょっと突っ込みたくなりましたけどね。はい。さあ、プレストスクスは、獲物の肉を食いちぎるのに適した鋭いノコギリ状の歯を持っていると。あー、まあ、ノコギリ状の歯って結構、なんか、結構、持ってる恐竜自体が結構少ないのかな。結構ノコギリ状の歯とかっていう説明がね、結構少ないよね。そういう意味ではこうギガノドサウルスも本当にノコギリ状の歯なんで、まあ意外と少ないのかな、希少なのかなっていう感じですね。本当に肉を裂くのに適してますよね、ノコギリ状の歯っていうのは。さあ、プレストスクスの化石は1938年にサンペドロ・ド・スル近郊の三畳紀後期の地層から初めて発見されたと。すごいね。1938年。めちゃくちゃ昔やな。まだ戦争とか、まだ第二次戦争というか前っていう感じ？サンペドロ・ド・スルっていうすごい、なんかすごい地名だな。言いにくいね。サンペドロ・ド・スルっていうね。これなかなか勉強になりますね。三畳紀後期の地層からってすごいね。地層学者もすごいよね。なんかそういう、なんかすごい掘り当ててみたいな感じで。そっからどれぐらい深いのかで、どれぐらい昔にいたのかっていうのを推測するんですかね。あとは骨の状態とか。すごいよね。はい。ということで、まあ今回はね、こいつ、このプレストスクス、本当この顎の下のこう、この謎のこのコブ、これの説明がちょっとなかったのがちょっと個人的にちょっとモヤモヤするところなんですけど、これなんかに使うのかな？このコブね。僕って明らかに増えてるんで。で、あと、ステータスはまあ、3500の体力と1800のアタックということで、まあまあですね。はい。普通にまあまあ活躍できるんではないかなという感じですね。はい。ということで、今回はね、こいつの、プレススクス、レベル1からレベル40まで作ってみたという感じでございました。はい。ということで、ほら、何すんだこりゃ。ということで、バイバイ、さよなら。